忘れたけど、今も全国配信しています。ヘッドホンなんですけれども、はい、完全にかぶると声が出せなくなるので、半かぶりくらいで収録は。ああ、おはようございます。4月26日木曜日午前11時になりました。暮らし研究ラジオの時間です。この番組は暮らし方をテーマに様々なジャンルを研究するラジオです。あなたの暮らしに光を注ぐ住まいづくりナビゲーターゆりこと上村さゆりがお送りいたします。実は昨日午前中ですね、唇の内側を切って細胞を取り出すという検査をして、本当に唇、麻酔が切れた後唇がすごく痛くって、なんか喋るのも食べるのも辛いという気を してたんですけれど、まあ、夕方からセミナーがあって、その後懇親会があったんですけど、その時にはなんだか調子が良くなってですね、めっちゃ食べてたという感じです。今日はですね、このセミナーの話とかも含めて1時間過ごしていきたいと思います。お楽しみにしてください。この番組ではリクエストとメッセージを募集しております。暮らしのことや今日あったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、思い出の曲などもじゃんじゃんリクエストしてください。ファックスは0989430094、メールアドレスは797@fmginowa.com、 数字で797@fmginowan.com です。ツイキャスからのコメントも大歓迎です。 FM ギノワンではホームページから映像と音声をネット配信していますので、こちらもぜひお楽しみください。ツイキャスはツイッター連動ですので、たくさんツイートお待ちしております。サイマル放送は完全全編同時放送をお楽しみいただけるリスンラジオで FM ギノワンを選曲してくださいね。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページの再生ボタンをクリック、スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオをダウンロードしてください。そして全国のラジオ局から九州沖縄 FM ギノワンを選曲してくださいね。今日もどうぞ1時間付き合いください。オープニングは嵐でオンリーラブをお聴きください。
しかしてインスタグラムで今流れてないと。追加情報申しますので、追加情報申しますので、はい、わかりました。改めまして、微妙な時間のおはこんにちは。4月26日木曜日午前11時を回りました。暮らし研究ラジオの時間です。今日も元気に聞いてますか？沖縄県宜野湾市久名の窓からは今日はすごいいい天気で、水平線がほっとくっきりしています。 FM 宜野湾のスタジオから生放送でお送りしています。今日は、はい、先ほどオープニングでもちょっとお話ししたんですが、昨日のセミナー、こちらの方で、昨日のセミナーの、登壇していただいた立花武さんをゲストにお迎えしております。今日は立花さんの暮らしを研究しながら1時間進めていきたいと思います。立花さん、おはようございます。おはようございます。はい、それではだけ自己紹介お願いします。はい、東京から参りました立花武史と申します。仕事は、作家、ブロガー、カウンセラーというふうに、書いておりますが、まあ、いろんなことをやっているので自分でも、職業を説明しにくい、わけで、最近はスラッシャーっていう言葉を、先日教えてもらって。何ですかそのスラッシャー？スラッシャーっていうのはですね、例えば作家スラッシュ、ブロガースラッシュ、カウンセラーっていうスラッシュで職業が区切られる、はい、要は複数の肩書きで一つの職業が説明できない人のことをスラッシャーと呼ぶらしく、で今そういう複数の肩書きでいろんなことを多角的に仕事をしている人がどんどん増えてるらしいんですね。それなんでそういう人をスラッシャーと呼ぶらしいです。あ、なるほど、新しい言葉、ね、僕も聞いたばっかりです、スラッシャー。はい、あ、ツイキャスからコメント入ってますね。あ、モノクロさん、モノクロさん、はい、はい、東京から、はい、聞いてください。今日のありがとうございます。何か質問もありましたらちゃんちゃんツイキャスから、コメントお願いいたします。はい、ということで、今日は立花さんからの話をですね、いろいろ聞きながら1時間進めたいと思いますので、まず最初にですね、これ立花さんのもう大事な曲でしょうね。はい、はい、あやちゃん、はい、はい、奥様のあやちゃんの、死んだ晩鐘、はい、からのまた夏が来る、こちらの、曲をお聴きください。はい、よろしくお願いします。ピアノ曲になる。そうです、そうです。今のお話は一応残ります。はい、はい、放送はされないんですけれど、はい、ツイキャスから流れてますので、あ、これがですね、でぐちゃんも、うん、東京から今日はで東京からバンバン聴いてもらってますね。他の件はないのかな、名古屋チーム、大阪チームピアノの音はじっくりと聞きたいですね、はい、ちょうどね、今この時期、これから夏が来るっていう、いいですよね。そうですね、本当、こういう、あ、いいですね。車で、ね、飛ばしながら聞くといい感じかもしれないですね。今も
ちなみに私のこの番組に流れているあのバックミュージックはあの私のオリジナルの曲なんです。私が作曲がいるんですけど、私のために作曲。そうなんだ、はい、それはすごい。テーマ曲を作ってもらったってこと。そうすごい、はい、まあ、そのままこっちで使わせてもらってる。あ、そうなんですか。冒頭に流れてたやつですか。冒頭に流れてたやつ。冒頭じゃなくて、その後あの喋りながら、はいはい、今もうあの CT でずっと流しっぱなし。あ、そうなんですか、うん、それはそうですか。素晴らしい。このラジオ用にってことですか。いや、もともと私の、まあ、あのヒーリングというかそういう感じで作ってもらったんですね。まああの音楽セラピーじゃないんですけど、なんだろう、うん、はい、そのうちラジオに出てもらおうと、あの本人の音も撮ってるんですけど、なかなかタイミングが合う。ああ、そうなんだ、へえ、うん、そうですか、ね、本当にあの、その場で、まあ、聞いてもらって、聞いてもらってとか、寝てて、それで、あのその感じたものをその作曲家が即興で作曲してくれる。あ、そうだったんですか、うん。じゃあそれをその場で録音してってこと、うん、その場で録音して、うん、後からこう CG で送ってもらって。へー、素晴らしい、うん、いいですね、うん、だからかピアノがあの重いのであのよそに行けないっていう、はいはい、欠点があって、うんうんうん、うん、沖縄でしかできないんですけど。あー、そっかそっか、うん、ご自分のピアノじゃないといけないってことなの。そうですね、あのこれにそのままパソコンにつないでピアノがあって、あ、じゃあもうあのただのピアノじゃなくなってるわけですね、うん、そうなんです。録音用になってるわけですね。もうヤマハさんから借りようかなとか言ってたんですけど、うーん、ぜひね東京でもやってもらいたいなと思ったりするんですけど。本当ですね、ね、うん、あかねさん聞いてるさりげに宣伝してるよ、わけわかんないこと言ってる。うん、本当、うん、これあのあやちゃんが、はい、作曲もされている曲ですね。そうです、そうです、うん、作曲して演奏で、もともとはあのテレビ東京系で、うん、あの10年ちょっと前に放映されてたゼーガペインっていう、はい、アニメのサントラ版だった、うん、でその時はオーケストラ編成で、はい、やってたんですけど、あの一昨年これをリニューアルというかですね、うん、自分セルフリメイクっていうんですか、うん、セルフカバーっていうんですか、でピアノ用にして作り直したんですね、うん、違います。いや、私この話は誰かと言ってない、間違った、違うフォルダに入れようと思って間違った。あ、そうです。今が最高っていうのがもう一曲入ってる、うん、それは僕がお願いしたやつです。はい、今お聞きの番組は住まいづくりナビゲーターゆうりんがお送りする暮らし研究ラジオです。時刻は11時14分になろうとしております。
はい、それでは今日のゲストの立花武さん、私がもし紹介するとしたらプロブロガーのっていうふうに言ってた可能性があったんですけれど、はい、今スラッシャーという新しい、はい、でもねスラッシャーって言ってもまだ誰も分かんないですもんね。そうですね、はい、初めて聞きましたので、まあ、これから流行る言葉なのかなと思うんですけれど、はいはい、じゃあ早速なんですけれど昨日のセミナーだったんですけど、はい、この昨日のセミナーをやるにあたって、6日連続でしたっけ。そうだから今日は本当はねこのラジオは昨日の夜決まったので、うんこれを入れると、8日間で7つ8日間で7つのセミナーを、はい、講演、はい、行っているということで、まあ、初っ端が東京の、そうですね、うん、あれでしたね。で、この出版記念セミナーっていうのが、東京と大阪とあと名古屋福岡で那覇でした。那覇で、5カ所で全国5カ所で、やってたということなんですけど、これをやろうと思ったきっかけっていうのはどういうふう、なぜそういう出版記念のセミナーをこう全国行脚で、はい、北の方はないんですけれど、北はねこれからやります。あ、はい、これからまたやるんですね、はい、ゴールデンウィーク明けというか6月かな、うん、以降またやっていこうかなと思ってるんですけど。そうなんですね、はい、じゃあ北の方、はい、本を買われたら、そのままレシート大切に保管しておいてください。そうなんですね。こちらの方、まずこの、東京の方から始まったんですけれど、通常この出版セミナーというのは1箇所かせいぜい2箇所ぐらいですよね。で、まあ、それも、まあね、ご自分で出版社の主催じゃなくって、立花さんの主催で、はい、まあ、自分のまあお金を出して、そうですね、会場も、交通費も出してやられたという、はい、それをやろうと思ったきっかけとか、あと、まあ、なんて言いますか、うん、意思っていうのはどういったことなんですか。そうですね、今回が初めてではなくて、うん、その出版に合わせてっていう意味では初めてなんですけれども、うんうん、那覇でセミナーさせていただくのも、はい、単独と共同開催を合わせると、うん、今回で多分、1,2,3,4,5 回目ぐらいだと思うんです、はい、うん、それなんで僕にとってはそんなに特別な感じは実はなくてですね、うん、はい、もともと旅がすごく好きなので、うん、あと人と接するコミュニケーションが、うん、好きというか得意で、うん、でストレングスファインダーっていう人間の強みの資質を見る34分類でしたっけ、はい、あれで僕1位がコミュニケーションなんですよ、はい、でそれなんで新刊出るにあたってもちろん本を読んでいただくと嬉しいわけなんですけれども、うん、多くの方に読んでいただきたいと思うんですけれども、はい、当然その僕のことをまだ知らない方というのもたくさんいますし、で実際今回、那覇も含めいろいろな各地でですね、今回のこの本をきっかけに僕の存在を知ってくださったという方も多くて、でそうするとやはりその活字だけではなくフェイス2フェイスでお会いして伝えたいという、思いもあってですね、それで企画をしようと思ったんです、はい、であと、裏話的に言うと、はい、やはりその、僕は普段東京に暮らしてますんで、うん、自分の本拠地である東京から距離が離れれば離れるほどどうしても立花武という人間の知名度は相対的に低くなります、うん、でそれはもちろん人口の規模、ね、大阪は第2位ですか、はい、とかっていうその人口の規模ももちろんあるんですけれども、うん、はい、やっぱり拠点から離れて普段自分がいない場所に行けば行くほど、うん、僕は知られていない存在になる、
で、それなんで例えば僕が那覇に来ますということになると、はい、実際セミナーに来てくださる方はもちろんなんですけれども、セミナーには、ね、ご都合悪かったりとかで来られない方も、うん、今立花は那覇に来てるんだなっていうふうに思ってくれると、うん、実はツイッターとかでこう、ね、那覇に行きますみたいのを書くとシェアしてくれたりとかですね、うん、リツイートしてくれる方とかも結構いて、はい、それなんで僕が那覇に来てるってこと自体で、沖縄に来てるってこと自体で、沖縄の方たちにの間での僕のプレゼンスというのが上がるわけですね、うんうん、そうするとそのセミナーに来ていただくってことだけではなく、沖縄県全体で僕の本が少しでもね、はい、ホットな状態になって売れてくれたらいいなという思いもあって、いろんな場所に行こうということになったわけですね。あ、そうなんですね、はい、そういったホット情報、確かにそうですね、今回も、結局なんて立花さんのお友達から、うん、僕の友達が行きますとか、そういった話もあったし、はいはい、ありました、はい、中にはなぜか、その当日の4時に立花さんっていう人を知ったっていう人がありましたね。そういったやっぱりリアルに出会える場所っていうのは本当特別なところだなって、ね、はい、私もそれは思っているんですけれど、はいはい、で、はい、今回はですね、この本を出したということの出版記念セミナーではあったんですけど、はい、この本から、伝えたい、発信したいと思ったものっていうのはどういった内容、いくつかあると思うんですけれど。そうですね、一番こう取っかかりとしては、20世紀と21世紀で何が一番変わっているか、今は時代は情報革命の真っ只中と言われてまして、はい、すごく、できることが増えている。で、実際このラジオがですね、地域 FM と言っていますけれども、実はね、ユーストリームでありとか、ね、ツイキャスで全世界で実は聞くことができる状態になっていたり、これも、はい、情報革命のおかげなわけですね、うん、そうですね、はい、僕が高校生大学生の頃の、FM って言ったら本当にその電波が届く範囲にいる人しか絶対聞けなかったわけですから、うん、はい、もう格段に変わっているわけなんですけれども、ただ実はその、情報革命の一番大きな違い、情報革命前と革命後で何が一番変わっているかというと、受け取るだけしかできなかった、うん、一個人が、うん、情報を受け取ることしかできなかった一個人が、発信する側に回れるようになってるってことなんですね。はい、そうですね、はい、ツイキャスなんかも、今はこの FM ギノワンという形で、放送してますけれども、僕個人がですね、街歩きながらでも今からやるよって言えば、その場で iPhone を使ってツイキャスできちゃうわけで、そうですね、はい、で YouTube で、Ustream でも、別に会社じゃなくてもできるわけですから、そういう意味で誰もが自分の言葉メッセージを、はい、こうやって音声であったり、映像であったり、あとはブログのように文字であったり、はい、あらゆる形で、全世界に向けて発信ができるようになったってことが、はい、情報革命の一番大きな変化なんです。そうですね、はい、でそれをまだこう活用できてない人がすごく多くて、で僕なんかは僕の場合はそのたまたま、ブログというものと出会いですね、40歳前で、ブログを始めたことによって、はい、会社員だった僕が会社を辞めて、独立してブロガーになってですね、はい、こうやって全国を、飛び回る生活になれたと、はい、でそれがその僕だけができたサクセスストーリーであれば、それはただの自慢話なんですが、多くの人が今ですね、その法則性に気づいて情報発信を、はい、正しい形でやっていくことで人生を劇的に変えられるってことに気づいた人たちが、続々と、自分のやりたいこと、好きなことを仕事にして、はい、それを、多くの人にですね、伝えることで、自由で豊かでしかも感謝されて、とてもですね、充実した日々にこう人生をシフトさせていく人が続々と出ているので、はい、多くの人がそういう、ライフスタイルを手に入れてくれたらいいなと思って書きました。あ、はい、本当この内容については深いところ、
あの浅いところから入ってきて、もう最後にはすごい深いところまで来るので、ぜひぜひですね、あの特にあの今の状態で、お金に興味ないわなんていう方もですね、一度読んでみて、このお金っていうのが実はお金ではなくって心の在り方であるっていうことも、この本を読めば分かってくると思いますので、ぜひこの世界に生きてる方はですね、読んでみるべきかなと私は思っています。ぜひお勧めしますので、書店で、リアル書店でですね、できましたらお買い求めいただいて、約1512円で本当に人生を変えられる書籍が手に入りますので、まずは書籍へ、書店へ GO ということで、お勧めいたします。それではですね、次またもう一つの曲をですね、お聞きしていただきたいと思うんですけれど、何ですかこの曲は。東京チャンバーズという、ユニットのですね、はい、今が最高という曲なんですけれども、これさっきの、また夏が来ると同じで、私の妻の大塚彩子が、はい、プロデュース、作詞作曲プロデュースをしております。あとピアノの演奏もしてるんですけれども、はい、でその東京チャンバーズというのは、はい、覆面ユニットなんです、はい、顔は出てるんですけれども、別の名前で普段活動されてる2人組が、2人組というか別々の方が、この東京チャンバーズという、ユニットを編成してですね、演奏歌を歌ってるということで、その、企画からうちの妻が全部やったんですね、はい、それなんで、ちょっとこう、全国の、シニアの方たちが元気になったらいいなという、はい、曲なんですけれども、はい、では楽しみに聞いてみましょう、はい、東京チャンバーズで今が最高。チャンバーズはばあちゃんをひっくり返してる、ね、あ、ばあちゃんばあちゃんをひっくり返してチャンバーなんです。このユニットって誰と誰ですか。コクーンっていう女性2人組のユニットがいて、はい、でそのお二人のうちの一人がゆりちゃんって言って、その人がお一人と、もう一人はまゆちゃんって言って、普段はソロで活動してる方なんですけど、そのお二人なんですね。はあ、で後半にエキストラの方がたくさん入って、はい、わーっと合唱してるところがあるんですけど、はい、それはFacebook で一般公募して、みんなで来てもらって、エキストラみたいな、そうです、スタジオでみんなで歌ってですね、モノクロさんからの、追加数、情報発信に気づいて6年、うん、フリーランス活動で感謝がされつつ仕事というか生活を過ごしています、はい、ということで、そうですね、モノクロさんも私もお世話になっておりますが、またこれからちょっとお世話にさらにやろうかと思っているところです。一度ツイキャスの方を、やります。私今そっちがエラー出てるんで、こっちで保存して後で YouTube 上げます。わ、かりました。ユーストリームが今なんかダメみたいですので、そうなんだ、ツイキャスの方で FM 機能案のホームページ開けたら、まず最初にユーストリームの方が見えるんですね、うんうんうん、ですからちょっとツイキャスの方で聞いてもらってっていうところで、この辺のコーラスね。コーラス